ダッシュで行こうぜ。どうも武田でございます。刻んで行こうぜ。はい、ということで本日の動画なんですけれども、タイトルとサムネイルを見ていただいた通りになるんですけれども、まあ、前回の動画見ていただいたら分かると思うんですが、カーボンの履き比べをやらせていただきまして、あ、面白かったです。いやー、大変厳しい戦いでした。今回ヨシキさんの企画で、はい、カーボンシューズ目をつぶって履いてもどれが何かすぐ分かるでしょうの回です。ちょっと待って、ちょっと待って、これまあ待てて、ネタ会議で出たんですよ。キキカーボン やらせよう全部。ちょっとキキカーボン、はい、絶対当てられるよ。なんでこれが企画通ってんのか分かんないよって思うじゃないですか。ちょ、こちらの映像をご覧ください。ダッシュで行こうぜ。さすがに当てれると思います。はいはいはい、いけてる、いけてる。あ、これフュエルセル。どっち？フュエルセル、あの緑の方。いやいや、あ、緑。うん、はい、やばくね？今走ってないから許してよ。履き入れだけでね。ちなみにプクが右足に？右です。見えない。わかんない。見えないって怖い。いけるいけるいける。十秒です。はい。え？いや、これはアルファでしょ。自信ありますか？あるある。取っていいよ。開けてもらって。見てみ。隠しました。いや、アホだよあんたら。なんでよ。なんで。確かに。普通にわかるでしょ。確かに今見てる少女さんも持ってる。多分持ってると思うんだよ。かっこいいっすよね。そんななんかちょっと不安になってきたけど。めっちゃ自信あるよ。俺プクが今言いたいことを言おうとするんだけど、走ればわかるかも。走っていいんだよね。走っていいんだけど、今回さすがに全部ヨシキさん履いてるシューズなんで、全部ちゃんと練習してるじゃん。なので入ってから10秒以内に答えてもらいます。入ってから10秒で大丈夫です。わかりました。それでも全然自信ある。ありますよ。で、こんだけ自信あるということで、今回の動画ヨシキさんに全て責任を負わせたいということで、間違えたら即エンディング。やだやだ。全部当てていけば、まあ大体10分ぐらいになるか。10分ぐらいになればいいですけどね。皆さん今動画の尺見ないでもらってまだ見ないでね。マジで自信ある。あ、本当です。今回7足あるんで、履きづらいシューズもあるんで、そこもちょっと兼ねてですけども、一応そこは手袋してもらって、履かせられないものはヨシキさん手袋ちょっとつけて。基本的には周平が履かしてくれて、まあ基本的にそうですね。俺は目隠し。そうです。10秒以内に答えてもらう。マジで絶対外れんと思う。マジで自信ある。あと髪切りたい。まあということで、はい、早速やっていきましょうか。エンディングも撮りたいからね。楽しかったねっていう。そうだね、そうだね、うん、でも終わったら撮れないから間違った瞬間マジで終わり。え、マジで終わり。終わり終わり、マジ終わり。本当に本当に終わり。あの、その後実はみたいな。ない。じゃあマジで当てに行けばいい。マジで当てに行けばいい。オッケーオッケー。やっていきましょう。はいはいさん。ダッシュで行こうぜ。左目内気になったんですけど大丈夫ですか？あの、そういう、あの、目です。中二病。かっこいいだろ？うわ、でも意外に怖いな。見えてないっすよ、本当に。じゃあこれ今、数字のいくつ？ 3。え？当たった？当たった？当たったかどうか言え。一丁目当たったの？当たったの？いや、ほんとに見えてないです。ほんとに見えてないって。マジで見えてないんだ。うん、何も何も見えてないの、ほんと。何何何何の間それ。うわ、待って、俺なんか急に自信なくなってきたマジか。アドバイス最初言っときますけど、履いて10秒なんで即走った方がいいです。ああ、なるほどね。靴下泣いてる。やべ、え、これこれどこにいんの？どれ、これ？そうっす。これ誰？それ頭。これ誰？武田。あ、なんでわかんなくなるんだ。なんで人もわかんなくなるんだ。じゃあ、行きます。1つ目、いくよ。はい、よーい、スタート。え？ちょっと待って、ちょっと待って。はい、10秒 !3、2、1、どうぞ。アルファフライ。正解はどうぞ。